アイタンさん今日は出演してくれてありがとう。ありがとう。とんでもないです。カサッペさん、たくさんの助っ人お疲れ様、そしてありがとう。ありがとう。妹ちゃん成人おめでとう。あ、そうなんだよね。ありがとうございます。うちの妹が成人しまして、ありがとうございます。そうなんですよ。今日はね、なんか最後とかわかんないんですよ。もうわかんなくて、やってても最後ってわからなくて、終わっても最後ってわからないです。白身フライさんありがとうございます。いやー、なんか今日は7月以来だったんですけど、だいぶ久しぶりではあったんですけど、私制服の目は1ポジだけだったかな、だったんで、もう染みついてるっていうのもあり、いつも通りできました。タラタンタンさん、ラスト制服の目お疲れ様って、ありがとうございます。こんばんこんばんは。それとも目が出て花が咲いたんたんさん、ありがとうございます。いや、実感がねないね、全く。でもこう泣いてくださってる方とかもいて、それ見て泣きそうになったりとか、歌ってて「なんじゃこのいい歌詞は!」とかやっぱなるじゃないですか。そういう時にちょっと なんか感動します。ゆうかちゃん、助っ人でもたくさんの思い出をありがとうと。いや本当だね、なんかみんなもさ、助っ人だったけど公演入ってくれたりとかもやっぱねあるからね。ふみなちゃん、かなちゃん、目公演お疲れ様でした、ありがとう。仲間の歌でジーンときて、確かにちょっとね、それは確かにそうだよね。なんかね、本当にね、あっという間に終わってしまいそうですね。って思ってましたね。なんかどれも好きだったなって今日やっててめっちゃ思いましたね。し、だんだんもう制服の目疲れなくなってる自分が怖かったんですけど、今日過去一疲れなかったです。本当に息切れもなかったぐらい疲れなくて、多分最後っていうこうフィルターがあったからだとも思うんですけども、なんにも疲れなかったですね。さあ、私もね、800回制服の目でしたね。そうだった、転んだやつだ、転んだってか、なんかデレーデレー、なんかどっか行ったやつだ、懐かしい。ごていのにでの木陰、ディルケの刺繍をめくり、唇が動いている。なんか水のないプールはね特に好きで、あの本編の最後曲の中では結構上位ぐらいに好きです。公演曲の中で水のないプールが、なんだろうな、まあなんか曲好きってなった時にやっぱ曲調、音のどういう音使ってるとか、そういうのでやっぱあ好みだなとかあるんですけど、水のないプールもそれで、
最初すごくピアノというかあの優しい感じで始まるけど、感想とかドゥンって結構音入るんやしっかりとか思うのとかも楽しいし、祝日仕事の花輪さんありがとうございます。でん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 大根ヨッチーさん、ハルタの目が大好きでした。ありがとう。なんか歌詞も結構好きでいいよね。言葉の使い方がすごい好きな曲なんで、曲調も好みだし言葉も好きだから好きです。とシンプルに詩人が好きだし、なんなら万華鏡好きなんだよな。万華鏡できなかったな結局。でも本番中そのモニターの前でセリちゃんがちょっと踊ってたから、私も隣で踊りましたなんで踊れんのって言いました。でもレッスン上配信でやりましたね万華鏡は。でも万華鏡してたら多分泣いてたかもしれない。私万華鏡本当に好きなんですよ。なんかあの歌詞の感じね、泣けちゃうよね。し音綺麗だし照明も綺麗なんですよ。私もね中盤曲の衣装好きでした。ピンクのやつね、あれめっちゃ好き。窓の光集め覗いた、なんか最後だなって浸りながらやったからね、自分の自撮り全然してなくて、あ、ツーショット撮ってたって思ったらチーム H の若菜とだったチーム H 同じチームなのに仲いいからつい撮っちゃいましたね。窓の光集め覗いた、なんか浸っちゃいますね。なんかね、街でピンクの髪の人とすれ違うと二度見しちゃう私かと思うってことかな。意外と多いですもんねピンクの髪の方。窓の光集め覗いた、最初から真ん中にハルタンがいたかったら嬉しかった。わー、ありがとう。そうやな、ありがたいんですよ。やっぱ助っ人とか行くとさ、自分のファンの方いるかなとかやっぱ思うじゃないですか。しこの違うチームの雰囲気ってやっぱ本当に違うんですよ。チームの雰囲気って、私は割とずっと喋りたい人なんですよ楽屋とかでも。なんですけど、まあ有名な話で K4 はすっごい静かで、 H はもう本当誰かがずっと話してるっていうぐらいにわちゃわちゃしてるんですよ。でどっちも個性でどっちもらしいなって感じなんですけど、なんかいつも喋る人だからもうなんか喋らない空間でニヤニヤしてきちゃうんですよだんだん。だからずっとマリアとかにめっちゃ静かだねみたいな、静かだねって言ったりする。でも私今田さんの隣でよく話します。マリアとかさやかとか後輩とかも話すけど、今田さんと話すよく。
若い子が多くなってるから賑やかになってそうだけどどう？いや静かですよ、なかなかもうらしいです、本当にらしい。ご帰省はよく廊下のソファーとかに座ってることが多いのでね、そこでケッケしてます。博多なるなるさん、今まで春田今までありがとう、ありがとうございます、嬉しいです、嬉しいね。爪のぞいた片方の目の、早く髪を染めたいなと。今日ね帰ってきたんですけど東京から、なんかこういう日ってなんか朝のことが昨日のことみたいになるんですよね、朝すぎて。もうよくわからない感じになっちゃうし、ホテルに私指輪忘れてたらしいです、握手会の時に2日間つけてた。私結構アクセサリー女なんですよ、もうネックレスもそうだしリングもそうだしブレスレットとかもしちゃうタイプなんですよ。ネックレスも2個持ってったりとか、ブレスレットも持ってたし、そのリングもきっぱで頑張ってつけて帰ったと思ったんですけど、リングを忘れてたらしいです。だからまあ1回目なんで大丈夫ですね、3回目までいけるんで気をつけたいなと思います。うん、ハルタン卒業してないんだけど、直接ハルタ見てて泣いちゃったよ。ああ、それで泣いちゃうな、寂しいね。でも嬉しいわ、そういう風に思ってくれるなんて。あとぬいぐるみはちゃんと持って帰ってきました、もちろんもちろん。今日は劇場で見ることができました、左の端でってありがとうございます。私から見て右端かな。原色の夢、貢ぎ癖あるのめっちゃわかる多分皆さんな多分分かってくださるとは思うんですけど、私基本なんか人になんかプレゼントするのめっちゃ好きで、もうなんかあの子のあれ絶対好きよみたいな時買っちゃうんですよね。買ってあげたいなって思う子にこうついつい買ってしまうというか、よくないよな、よくなくはないけど、なんかねちょっとプレゼントしちゃう感じなんですよね。なんか人の誕生日プレゼントとか考えるのめっちゃ好きなんですよね。でもタンブレより何気ないプレゼントの方が多いメンバーとかいるか、それこそみるんちゃんとかはお誕生日より普通日常でプレゼントすることが多いかもしれないねえ、そういうとこあるんですよね。私そうさやかんち早く行かんと、ホットサンドメーカーがあるから。ミフィにお布団かわいいよね、あれかわいくない？ミフィが寝てました、目開いてるけど。窓の光集め覗いた片方の目の中、プレゼントはね渡せましたよ。原色の夢、その時はさやかとショールームしてた。あ、いいね、ちょっとね今情勢状況を見つつですけど、やりたい、せっかくやしめっちゃ楽しそう。ステージからは右端、ブルーの服着て、あーそうだよね、ボード持っててくれたよね、ありがとう。いろいろね作ってあったね。カーネちゃんの成人写真撮ったの公園だったのでいけなかったんですけど、写真送ってねとはずっと言ってるんですけどね。
昨日もね実は夜中まで LINE してましたね。ナモンちゃんとのドーナツも配信してないって、あーあれかだっけ、食べ放題ね、そう約束してるんですよ。でもこれはずっと前から約束してるんですけど、約束事がいっぱいあるだ。若菜とも食べ放題の約束してるんですよね。ちなみに残念なお知らせなんですけど、チームオレンジみんなが今月オフな日がないらしく、ご飯はもしかしたらいけない説が出ましたね。まあ私が卒業してからでもね、もしかしたらいいかもしれないけどね。どっちが多く食べるんやろ。結構ガチで私だと思うで私はもうやったことあるから、そうミスドの食べ放題なんですけど、もう経験済みなのよ。で7個でその改善策も分かるんですよ。あれは良くなかったなとか結構データあるんで、ぶっちゃけ勝つね。うん、真央さん今日も無音でしたありがとうね、いただきます。若にゃん小食そうに、小食そうに若菜ね、本当にねずるいんだけどさ、めっちゃ食べるんですよ。なんであんな細いの。たまにね、若菜の昨日のご飯一日のメニュー最初から言ってって言ったりとかするもんね。もし今日なっちゃん出てたら、シュガースター製造員やったね。ああなるほどね。でもいい感じに分かれてるね。下野さんって阿部京香ちゃんがいっぱい食べるって言ってたくらい食べるよね。あそうなんだ。いやいっぱい食べることは知ってるけどマジ負けん気がする何の勝負ミスドのエビグラタンパイめっちゃ好きなので分かります。ちっちゃい時から大好きです。もうあれ革命的ですよね。あでもねデミグラスパイみたいなやつがなんかあったような気が、なんだっけ、なんかとコラボしてるあれね食べれなかったんですよ。とかミスド全然行ってない。まあミスドは卒業してから、うん、食べ放題でいいかな。皆さん夜ご飯何食べましたか。九州醤油ってどんな味。名古屋ないんだ、名古屋ないんだ。九州醤油あの甘いです。甘じょっぱい。若干そうですよね。九州の醤油って甘いんですよ。それがねいい感じにポテトとマッチしてます。お刺身食べましたっていいね。お刺身食べたいな。昨日のあ AKB 新聞の見て泣きそうかな。ありがとう。とんかつ天ぷら定食、食パン焼いたのオンリー意外。へえ、常夜鍋っていうんだ。ほうれん草と豚肉の鍋、へえ知らなかった。そうだよね。東京に引っ越して関東の醤油に衝撃を受けて即九州醤油を取り寄せました。ユリアも同じこと言ってた。カップラーメン解禁したけど解禁し前より食べたい欲減った。はい、もう全くないですね。なんならもう1月入って1週間以上も経ってるけど、最初にみんなのこの前で食べた時あったじゃないですか、のミニのやつ、あれ以来食べてないですね。
意外とね、忘れてる時忘れてるなってのはねよくあるんですけど、でもまあ卒業したらカップ焼きそばは食べようかなとは思ってます。はるかちゃんこんばんは、こんばんはに、こんばんはに、わー、なんか浸っちゃいますね、やっぱなんか何しようかな、何しようかな、ゆかちとどっちが背高い、はるかが1センチ高いらしい、てっきりゆかちゃんの方が身長高いって思ってたけど、カップ焼きそばはね、実は私どれも好きなんです、これ絶対みたいなのがないタイプなんですよね、珍しいかもしれないけど、なんか UFO も好きだし、一平ちゃんも好きだし、ペヤングも好きです、私マジで何でも好きです、あれもなんだっけ、もっちもっちなんとか焼きそばのもっちっちだっけ、あれも好きだなどれも好きです、結局シューマイ弁当のあんず美味しかった、あ、私ねチャーハンの方にしたのであんずなかったです。りょうさん、ナスと目は可愛いツインターお疲れ様です、ありがとうございます、これはねメイクさんに決めてもらいました、焼きそばは自分で作る派です、なるほどね、妹がそうなんですよ、妹の焼きそばめちゃくちゃ美味しくてさ、塩焼きそばも作ってるんですよたまに、めっちゃ美味しくて、まあ、っていうのもあったかな、私がカップ焼きそば食べれないからって感じで焼きそば作ってくれてた気がする、妹もその時焼きそばハマっててっていうのもあったからね、うちの妹天才なんですよ、何でもできるんですよ、料理はもうほんとお菓子もそうだけどね、何でも作ってて、でもいつも、うん、まあ、美味しくないかもって言うんですよ、謙虚すぎ自信なさすぎ、全部めっちゃ美味しいです、だから私が声大きくして美味しいやん美味しいよって言います、めっちゃ美味しい言ってる、ラビリンスのカメラタイム今では懐かしいねって、懐かしいね、だってもうねあのね、そうだね、懐かしいね、ハルタンも何でもできるの、ハルタン最近ね、あでも今日はね、家に誰もいないんで今日ほんとたまたま作ってくる人いなかったんで、何をしたかっていうと、あの胸肉切って焼きました、以上です私そういうのでいいんですよ、結局自分で作るってなったら味付けとかそれを使ってどうしてやるのやつよく食べてたんですけど、最近セブンイレブンのブラックペッパー、細めのサラダチキンって味濃いめのブラックペッパー的な感じのやつがめっちゃ美味しくて、それは2日間ぐらい食べましたね、余って、こんばんは、こんばんは、白ご飯は好きって、もちろん好きですよ大好きですよ、そんなのもちろんもちろん、サラチキン美味しい、美味しい、革命的ですよね、あれ楽にねタンパク質だけを取れるって感じがして何トークって感じかもしれん、髪
海がね本当に明るくて、わあ好きなコンビニおにぎり選手権、わあ私はねもうこれは決まってるんです、圧倒的昔からそれしか食べないっていうやつがあります。まあまあ私は 100% ツナマヨしか食べないですね。たまになんか本当にたまにそう差し入れでツナマヨがなかったらツナマヨ以外も食べたりもするけど、とかなんか気になってるやつか、まあ、もう基本はもうツナマヨしか食べないですね。でも最近食物繊維多めのやつとかちょっとヘルシーめなやつはまあ買っちゃうけどね、ダイエットしてる時とかはね。もうツナマヨ大好き。あでも分かるよ、セブンの焼きつくねと煮卵が個人的に、そうね、チャーハンとかね、ソーセージ付きのやつとかね、美味しい美味しい、分かる分かる分かる、もうご参加のやつはもうツナマヨ一択や。実は明太子、まあツナマヨの次で選ぶならば明太子かな、あとは割と僅差かな、そんなにあれがない。へえ、ファミマの焼きそばみたいなおにぎり美味しかった、いいね。もうそうおにぎり好きなの、だっておにぎり食べたくなって勝手に炊飯器のご飯おにぎりにしちゃったりしますもんね私。そんぐらいねおにぎりが好き、ご飯粒に対して真剣に向き合ってる。最近巻物みたいに手が伸びちゃうの、あーわかる、あれのツナマヨ食べちゃうとか、マグロとかサーモンとかあるよね。海苔はしっとりとパリッと、私のり吐いちゃう人なんであんまわからないですね。だとしたら パリッとしてる方かな、まあ吐いちゃうんですけど、吐がわない時もありますけどね、吐いで誰かにあげる時があります。ちょっと変だけど、あのよくある三角のやつさ取りますね一回おにぎり作ってそっから剥いで海苔だけを別で食べます。でも手そこ、おにぎりの三角の底は持つ、ご飯粒ついちゃうから、まあ、そこだけは海苔つけて、あとは全部剥いで海苔を別で食べます。ちょっと変なんですけど、ミノルタンタンさんありがとうございます。まあ味付き海苔が一番美味しいよね、わかるよ、はいで食べるこうやって、だからもう真っ白です。でそこだけ黒、真っ白して黒で食べます。しっとりの時はできないから、しっとりあんま選ばないね、仕方ない時はしっとりでも、まあ好きなんでもちろん。ツナマヨ自分でね作れる、作れる、たまにやります、おにぎり食べたいとき。え何美味しそう、おにぎり屋のわさびのりうまいよ、で美味しそういいね。逆さ帽子の翔太さんありがとうございます。次公演あるの15日なのか、開いちゃいますね。明日もね夜ショールームできたらいいな。それは明日11 12 13 14 15か。そうか、公園ないのか。あ、でも劇場公演もやってるのか。
はねソロ公演とかだね。ひろなちゃんとえみくとかかね。私全然 HKT 劇場の劇場スケジュールを知らないから、あのネット見な、ネット見たらわかるけど。なんか最近何百回公演の方結構多いですよね。なんか不思議と私もなんかキリがいい数字の時誰かと一緒だったりとか結構多かった気がします。なんかやっぱそういう感じになってるのかね、ルーティン的なって思ったりもしますね。MC でさ、葵ちゃんが800回だったからおめでとうねなんてみんなでお祝いしてる時に、はるたん一番だったのやばいねって言われた時、確かにやばいなって思いましたね。なんかその時も私一番のやばって思ったんですけど、確かにやばいなって思いました。どういうことですか？変ですよね、やっぱちょっとね、何が起こるのかって。1年前だね、12月、2020年か。うん、一昨年か。一昨年っていう響きがやばいですね。一昨年、恐ろしいんですけど。七色だったね。年明けてるから一昨年か。びっくりちょんまげピーポーだね。次に1000回に近いメンバー誰だろう。あ、そのさ、話しててさ、セリちゃんか今田さんかなって言ってたよね、話してた。まあでも時代も違いますからね。私たちの時なんて本当に毎日1ヶ月休みあったっけってぐらいでしたもんね。毎日公演してました。それが当たり前だったし、それが好きだったし嬉しかったから。クラウスさんありがとうございます。ザアッキーさん大好きマサありがとうございます。ザッちょ混ざっちゃいました、すいません。混ざっちゃいましたね。そうメンバーもね少なかったし、チームもそんな多くもなかったから、こんばんは、こんばんは。あー確かに毎日公演しながら休みにレジェンドとかアンダー入ってたよね。そうだね、そうそう、自分の声でない時もアンダーで出演させていただいてたりねしましたからね。嬉しいね。これ1000回っていう記録さ、やっぱこのインタビューの記事とかも見させていただいた時もさ、やっぱ肩書きとして1000回っていうのがあるのって本当にすごいことなんだなって、分かりやすいしね、そういうのあるとやっぱすごいことだったんだなって実感が湧きます。今でも毎日公園出れる体力ある？
ありますね。でも毎日出たいですもん。毎日やりたい。結構今の時代は本当に貴重ですもんね、公演することが。だからもう、あ、これ終わったら次いつなんだろうなとか思ったり、5日間続くだけでもめっちゃ多いとか思っちゃったりするんですよ。前は二十何連続とか出てたのにさ。で、もうね、こんばんは、あ、こんばんは。実は今日半袖の上にコート着ていきました。福岡着いて時間あったんで一回お家帰ったんですよね。で、荷物置いて、レッスン着に着替えて行きました。しんたんたんさん、ありがとうございます。いや、全然20日なんか30とかあった気がしますね。ね、あったあった。ほぼ1ヶ月みたいな時ありましたね。難しい。ピンを取って、あとなんかあるかな。あの、一人部屋だったんですけど、ホテル寒いかもなと思って寝る時でも、私暖房がすごくすこぶる苦手なもので、寝てる時につけたくないなと思ってつけなかったんですよ。でもさすがに寒いんで、どうしようかってなった時に、一回もギャンギャンに温めたんですよ。で、その余韻で寝ようと思って寝たら、やっぱまあ朝寒いよね。だ、硬直して寝てたのか、もう綺麗に上仰向けのまま、まっすぐに寝てましたね。そう、乾燥がね、しちゃうから、やっぱね、嫌だからね。顔に当たるあの空気が苦手で、あったかいあの感じが。じゃあどうすんねんって話ですよね。どうすんねんって、まあ人がつけてたらいいんですよ。自分からつけないだけで人がつけてたら大丈夫です。で、福岡はちょっとあったかかった。だってこれのコートで行けたからさ、だいぶ暖かい方ではあるよね。パピプペパパパペポ、真っ白なもの。あ、真犯人フラグはね、見ました。結局あの後リアタイで見た。6期生の応募先ほど締め切りましたって。パチパチパチ。さあ、どんな子が入ってくるんでしょうかね。ワクワクですね、ワクワクですね。やばいね。だってさ、いつぐらいに発表してとかスケジュールさ、もう書いてあったじゃないですか。あれやばくない？私知らなかったもんね、いつ来るとかさ。忘れた頃に知らない人から電話かかってきてたってママが言ってて、学校から帰ってきて、じゃあ書き直そうかつって書き直したら、 HKT で質問されて、まあまあまあなんか答えて、じゃあ次はこんな感じなんでつって、あー、2時行くんよ、すごいねって。みかんちゃんがよっぴ聞いてたね、めっちゃウケる。一時合否の時にはハルタもういないのよ。あ、そうなんだ。2月ってこと？そうね、あの AKB 新聞さんの質問で、チアムラブのセンターどうしますかみたいな。質
問してくださったんですよ。でもまあいないじゃないからね、6期生に託しますなんて厚かましいですけど言ったんで、ちょっと視察に行きたいですね。外部なんですけど外部のものだけ、チュンホラムだけ皆さん一回踊っていただいてもいいですかって言って、まあでもぽいなって子がやっぱいるんじゃないかな、6期生の子わからんけど、それはそれで楽しみ。これからも歌ってほしいよね。わかる、歌ってほしい。別になんかセンターがどうとか関係なく素敵な歌なのでね、歌ってほしいです。まあ6期生に任せます、後継者がいないからな。あ、ちょっと爪短すぎてゴムが取れません。私結構学生かってぐらい爪短くしちゃうタイプなんですよ。飛びましたね。ちょっと髪がね、ピアニストかって。はあ、なるほどね。いいじゃない。人のツッコミをニヤニヤして返すっていう。いいじゃない。確か最近ネイルしてない。あのベース始めてからネイルはやめましたね。もうその前からちょっとやめてたけど。え、今振り付けたい曲は、なんだろう。あるもんな。あー、まあでもないやんのもあるけど。何がいいと思いますか。爪ちっちゃいんだよね、私ネイルしても。振り付けない曲はあのアルバムの新しいやつぐらいかな。あとはみんなある。うわ、ちょっと今日思考回路がうまくいかないですね。やっぱちょっと朝飛行機乗ったせいですね。気圧のせいにしよう。気圧のせいにしたくないけど、ねねねてねねて、やれはだ、沈んだ高く、しめじめとして。あ、でもシノにはしてもらってたかな、何回かね。練習させてって思って、あ、いいよって。でで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 。何でもこれ変えてできそうよ。僕たちの関係を神が変えた冷蔵庫のカレンダーをずっと先に印がある。れない約束なんて全然キャハミ全然変わらない。でで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 でいいね。振り付けしたいな。でバラードの振り付けが一番難しいんですよね。これまたそのどうしたいかとかにもよるもんね。ずっと歌っておきたいのか、歌うけどなんか振りを絶対つけたいのかとかさ。
はい、もうね、あのね、体めっちゃ元気なんですけども、頭がぼーっとしますね。はい、気圧のせいにしたくない。もうやめた方がいいよ、一人でこんなことするの本当にさ、やばすぎなんですけど、恐ろしいわ。あ、髪の毛が抜けた。明るっ。私ね、髪の毛明るいからね、床に落ちてても嫌な気しないんですよね。これ配当あるあるかもしれない。嫌な気しない、まあ、ひどいけどね、結構潔癖なんで。何の話。私水回り掃除お化けなんですよね。水回り世界で一番綺麗にしてる気がする。それはちょっと嘘です。あー、でも飛行機乗った時雪積もってる集落があって、面白いなって思いました。ここめっちゃ雪積もってるのに、ちょっとよ、ちょっと行ったとこはもう何もないの。面白いなって思う。境目はさ、上空からちょっと見やすいっていうか、えここ何もないじゃんみたいな、なんかすごいなと。あと、まあ、朝方だったから若干なんか山の山間部でなんかちょっと切りかかってたとこが太陽の光に反射してすごい綺麗だったとかありました。優しさも愛しさも全て愛しているから、写真撮った。やってやろうじゃないか。飛行機はね、何してるかっていうと、まあ覚えることが何もない時期だったら、あのネットフリックスを事前にダウンロードしてて、電波ない状況でもなんかドラマとかアニメとか見たりします。基本なんかしてますね。で、 Wi-Fi があるときは普通に Wi-Fi つなげて、普通になんかネットで調べ物したりとか、インスタ見たりとか、 Twitter 見たり。755はね、見れないんですよ、 Wi-Fi つなげてても上空。あとメールもできないから、 Twitter とインスタ行き来して写真見返したりとかしてます。全然変わらない。秋吉優香の羽織ってるストールも一緒だって好きです。ついてた。飛行機といえば愛知の話を思い出すね。いや、はるかもね、今日帰り道思い出しました。雪積もって見た時に、あれ富士山かなと思ったけど違ったから、あ、愛知もこんな気持ちだったんかな、もしかしたらって思いながら見てたら切なくなった。愛知の逆の座ってた方にあの富士山が見えたんやなと思って。歌唱力あさってやね。せやね。エレナが言っておりました。やばい、もう全然頭が回りませんね。もうみんなのコメント読んで満足してますもん。私今ダメだね。カメタンタンちゃんさん、ありがとうございます。あ、やばい、ただ満足してる人になっちゃった。どうしよう、ダメだ。なんでだ、気圧のせいだね、これは。気圧のせい。さあ、どっちって言ったでしょう。さあ、どっちでしょう。で、羽織ってるストール一緒だって。正解、気圧でした。気圧って歌いました。なんかさっきあきちゃんがフィルムの現像の写真送ってくれたんですけど、めっちゃね、たくさん、
えすごいって思う写真いっぱいってさすがやなって思った。めっちゃいい写真いっぱいあった。ブーちゃんさんありがとうございます。それを私は写真にしたいんですよね。明日行こうかな。チェキはね、あ、チェキ見ますか？あんまないんですけど、まだ4枚ぐらいしか使ってないか。シンタンタンさん、今仕事終わってよ。ありがとうございます。46番さん、制服の目公演お疲れ様タンタン、ありがとうございます。ユエルがコンパクトカメラ欲しいって、そうやろ、私も買っちゃったしね。いやカメラいろんなの欲しいよね、なんかね。とりあえずね、私も1個フィルム現像に出しました。あの楓の最後の公演の時のかな。あの2日間ありがたいことね、時間なくて行けなかったんで、どこも。片ひろたんさん、お疲れ様、ありがとうございます。でも明日はね、実は予定が決まっていまして、まあ夕方までなんで、その後行こうかなっつって、まあ、まだいいかなっつって思ってるところですね。ほんとやん、現象なくなってますね。普通になってました。明日はとあるメンバーと会いますね。これはねパッて決めましたね。久しぶりかもしれない。2期生の初詣以来か。まあそれがお出かけってなると、もしかしたら全然キンキンなかもしれないけどね。現役です。さあ皆さん、誰が明日のショールームで答えとか知っておきますか。レッドブル飲んだことないんですよね。一口とかあったかもしれないけど記憶がないので、飲む機会なくてね、飲まないんですよ。お、皆さん予想しておりますな。さあさあ、どうで、ファイナルアンサー？愛子さんではないのよ。メンバーじゃないしね。うん、いや、嬉しいけど。一緒だって。はあ、オッケーオッケー。ああ。まあこれを言ってしまえばちょっとみんな答え変えちゃうかもしれないから言わないですけど。あ、ヒント？ヒントを言うとまだ出てないです。だいぶヒントだねこれは。もうほぼ答えじゃない？大喜利もありますな。一人もいないですね、まだ。さあさあ皆さん、いや意外じゃないと思います。現にお出かけしたこともあるメンバーなんて。あ、これはヒントになっちゃいましたね。これは引退になっちゃいましたね。明日の配信を楽しみにしといてください。こんばんは。とこんばんは。ちょっと前髪が、青空のそばにいて、海がある街にいても、僕は本当に頭が回らない。全然口が喋らない。全然口が喋ろうとしない。ダメだこりゃ、こりゃダメだね。なんかないとこれ配信持たんぞ。何する、は
顔ヨッピーメンバーじゃない、疲れ、気圧やなこれ、朝飛行機乗った気圧のせいや、もう無言もう無言なん、減ってしまった質が高くジメジメとして、僕たちの関係も髪が出た冷蔵庫のカレンダーはずっと先に死ぬしかある、守られない約束なんて全然意味、そう体めっちゃ元気、もう踊り狂いたいもん、最後の制服の目ありがとう、ありがとう、お母さんがその曲耳に残るってこれ残るよね、わかる。あ、近況報告を一つするとするならば、私ずっとごぼう茶美味しいって言ってたじゃないですか、でも見つからないってさ、何回かここでかな言ったと思うんですけど、見つからないもんなんで、ペットボトルとかもう、あの茶葉って言うんですか、買いましたね、もう箱はいなんで今のおうちごぼう茶です、ごぼう茶とコーン茶が喧嘩してます、どっちにするかみたいな、私はごぼう茶派なんですけど姉がコーン茶好きで、ごぼう茶美味しいんですよ、本当におすすめ、薬局とかで売ってましたね、大きめの薬局とかに、まあ、多分場所にもいると思うんだけど、売ってて、あ、ごぼうちゃんやんと、もうこれ買えばよくないと思って買っちゃいましたね、美味しいです、水出し可能なんで、まだ終わりませんな、まあでも明日ね夜ショールームまた答え合わせとともにしたいなと思っておるので、よろしくお願いします。それではちょっとランキング発表します。そう、気圧のせいよ、すべてはそれはそう、1位ミノルタンタンさん、ありがとうございます、1位です。2位ヨッチーさん、ハルタンのアンテナ大好きマン、おー、ありがとうございます。46番さん、制服のめくんお疲れ様タンタン、ありがとう。良いかさっぺタンタンさん、助っ人お疲れ様、そしてありがとうタンタン、ありがとう。5位しんタンタンさん、はるたんめいめいとね、あ、そうです、私がありがとうございます。6位今日のパワーワード、気圧のせいにはしたくはないキキちゃんさん、ありがとうございます。7位ただタンタンさん、ラスト制服のめお疲れ様、ありがとうございます。8位ワイタンさん、今日は出演してくれてありがとう、ありがとう。9位マーヤンさん、ありがとうございます。10位ボーダーさん、ありがとうございます。11位マナさん、ありがとうございます。12位ヨウスケさん、ありがとうございます。13位スズトモタンタンさんです、ありがとうございます。すいませんね、偏差値ゼロかみたいな配信になってしまって、すいません、ふざけランキングタイムいきたいと思います。ランキングポン、パピューラー、ありがとうございます。それではまた、それじゃあ皆さん気圧には気をつけてくださいね暖かくしてゆっくり、休んでください。バイバーイ、イエイ。